晴れてるか晴れてるか曇り。61回からの朝の横浜。
没モードね。まあでもそんなフル家族いうか多分 60% もいなかったです。まあ非常に楽しい車で、車重も1100キロしかねえからすげえ楽しい。で今日首都高、永田町でこれレンタルして、で首都高を回ってでレインボーブリッジからアクアラインから、今木更津でこれから、千葉船橋経由でまた東京帰るけど、非常にで普通に驚いたのがこのスタンダードモードにしとったら普通に楽に、乗用車みたいな感じで乗り心地がすげえのと、あともうシートがこんなバケットシートになってるけどものすごい座り心地が最高。またインプレッションです。